先生、今日は肉の日なんだってさ。あ、違う、焼肉連れてってとかじゃないよ。そうじゃなくて、肉ケーキって知ってる？生肉をケーキみたいに盛り付けたってだけで、ケーキでもなんでもない甘くないやつなんだけど、前に愛理たちと何も知らずに注文したことがあってね、出てきた肉ケーキにびっくり、よしみとか詐欺だって怒り出しちゃってさ、愛理がなだめて収まったんだけど、まあ正直名前詐欺だよねとは私も思った。まあお肉は美味しかったけど、先生、今週もお疲れ様です。